皆さんこんばんは、こんにちは、あるいはおはようございます。では早速、エミリアとターニャコンプマネガチャやっていきたいと思います。なんか今回天井が3750ぐらいですかね、300連ですかね、150連か、約6万円ですかね。ちょっと今回次の新キャラも2体なんで、また6万、12万はちょっときついんで、今度こそ紙引き王ってやつですかね。ほんとこのガチャチケット10枚で、あ、もう2枚抜きしてもいいぐらいのレベルなんですけどね。一応ピックアップですかね、 1.2%、 まあ 0.6 ずつですかね。よし、ではとりあえずガチャチケでいきましょうかね。お願いします。まあ変な長いロード入ってますけど、まあ最近ずっと爆死、まあ爆死っちゃ爆死ですかね、なんか80年とか70年とかが多かったんで、もうそろそろなんかパパッとコンプしてもいいんじゃなかろうかと思うんですけどね。なんで今回とこの次の新キャンとこ期待はしてるんですけど、さあ、まあ虹はならないと、まあ昇格ありますからね。はい、1個もない、はい、なかったなかった、関係なかったの、ロード。はい、単発、まあとりあえずこいつターニャ、ターニャが出たらまあ勝ちみたいなもんですけどね。はい、まあロードはないかな。はい、なかった。まあこれ無料か、無料あるか、それもなんもないですね。まあこっから本番ですね。はい、行きましょう。ん、なんだ、なんか注意事項が書いてありましたね。なんだろう、あの注意事項、あんな見たことなかったですけど。まあロードもやっぱやっぱりなさそうな感じですから、あ、これちょっと怪しいんじゃないですか、このロード。ちょっと期待ですね。あ、虹来ましたね。これで虹が出なければとりあえず確定だけど、やっぱ出るか。あれで出ないパターンってあるんですかね。虹色の8個目と10個目、7個目か、8、9、はい、違いました。させやがって、エミリアのとりあえず確定ガチャ、ロードがないんで、まあかぶりと。はい、エミリアの委員長なの、支払い方法、購入、支払い時期、方法、購入時、所持ジュエル、提供時期、購入後、即時、購入後のキャンセルはできません。なんか変わりましたね。まあ一応長いロード入りましたけど、あ、どうですかね、さっきもなんか、さっきちょ、まあこれもちょっと長めなんですかね。あ、これが一番長いか、これが多分長いですよね、一番。まあちょっと期待しましょうかね。ターニャが出たらとりあえず OK ですね。あ、これももう一回、まあちょっと微妙か。まあ2キャラ本当もう抜きたいですけどね。おお、虹多いぞ、これはワンチャン本当コンプしてんじゃないか。はい、5人でした。はい、まだわからん。え、何個目、お前じゃない、よし、お願いします。よ、違った、声でよかった、お前さん。いや、まだドラマがある、最後。はい、最悪1点狙いですね、これ。
やっぱあの結構長めのロードがあったのはやっぱそうですかね。多分あの最後がちょっと微妙な長さのやつで、その1個前が確か結構長かったと思うんで、やっぱそれがあのエミリアのあれやったんかなって感じですかね。まあロード的にはないですね。はい、星5が確定ガチャで出てほしいですね、マジで。これあ、これ来たんじゃないですか。これいいことないですかね、このロード。これは期待、お願い。もうあの虹出るなまあ無理か。いやこれは認知4つ目と9個目かな。はい、いや、え、もうそろそろ、お前じゃない、マジでお前じゃない。1/2、え、あんだけロード入ったのに。あ、一応あれか、確定ガチャ星5行きましょうかね。まあ、たまにこれで引いたことありますからね、1回か2回ぐらいですけど。エミリアよ、ここでロードが入ったらほんと熱いんですけどね。まあ、入らないですもんねこれ。まあ、通信がなんか長いですけど、気のせいかな。出たら嬉しいが、まあですよね。お前さっき出たよね、あいつ。いやーこれマジで天井なりそうで怖い。ロードはない。まぁ、ちょっと長いけど、どうだろう。まぁ、一応長いかな。長い。長めそう。これ、マテミリアやったらマジで死ねってなるんですけどね。2、4、5個目と9個目。あ、よかった。はぁ、まあ見ようか。よし、とりあえず出ました。一応今までで言うとちょっと少なめですかね。60連70連ですかね。2000個残ってるんで、まあ約4万円か、4万、3万7千ぐらい、3万6千ぐらいかな、残ったんで、まあなんとか言え方ですかね。もう最悪全部なくなってましたからね、マジで。よし、まあなんかちょっとちまったではちょっと弱いっていう感じで来ましたけど、一応でも相手コートになんかあのマーカー置けるっていうんですかね、あれはちょっと期待、面白そうかなと思ったんですけどね。まあちょっとまた使ってみた動画出したいと思いますので、よかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。